こんにちは、さあやです。暑い。今日とかも気温が36度とかで、もう暑くて暑くて本当にしんどいんですけど、こんな暑い夏を乗り切る、快適に過ごす、お出かけの時の必需品やボディケア、崩れないコスメなどなどですね、今買って夏すぐね大活躍するようなアイテムたちを集めたので、ぜひぜひ参考になったらいいなと思います。一つ目はですね、夏といえば気になるのが毛穴だったりとか角質ケアだと思うんですけど、そんなアイテムでおすすめなのがこちらです。ドクタージーのピーリングジェルなんですけど、ゴマージュタイプで、こうやってくるくるくるってしてたら消しカスみたいなのがポロ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 出てきて、そのジェルでこうね角質とかをこうケアするようなアイテムなんですけど、メイク塗りがめちゃめちゃ良くなるし、こう角質ケアの中でもすごくマイルドに優しく角質ケアができて、私とかもこの顎とかおでこなったりとか、なんかちょっとポツポツザラザラするなっていう感じがあったんやけど、週にまあ2回ぐらい取り入れてて、スルンとするから次の日のね、そのメイク塗りが良くなるし、くすみが取れて明るくなるような感じがして、で特にこう使ってて肌の刺激を感じないっていうところもすごく良くで、めちゃめちゃお気に入りのピーリングジェルです。韓国のオリーブヤングとかでもすごく人気で、まあ、特にこの夏とかにめちゃめちゃ人気になるランキングとかにも上がってくるようなアイテムなんですけど、ハンズとかにも売ってて、身近なとこでももう買えるアイテムだったので、ぜひぜひねこの夏の角質ケアに取り入れてみてほしいなと思って持ってきました。なんか2本セットで安くなってたりとかセールでする時もあるので、ちょっと要チェックなアイテムです。もうこれ塗ったらほんと次の日のベースメイクのノリがめちゃめちゃ変わるので使ってみてほしいです。で、角質つながりで次ボディいきますか。ボディソープを買い替えました。ドラッグストアの購入品の時とかにも紹介してる、ちょっともうこれね使い切っちゃって空っぽなんですけど、ボタニストのボタニカルボディソープのディープミストっていう液体タイプでこう泡立てるタイプなんですけど、これがもう本当に大好きで、手軽にも買えるし洗浄成分も優しいので肌にも合っててすっごく大好きでずっと使ってたんですけど、夏になってなんかここの二の腕のとことかのザラつきがすごい気になってきたんですよ。洗浄力がもうちょっと高いものにしたいなと思って、で買い替えたアイテムがじゃん、ニベアのエンジェルスキンボディウォッシュ。私が使っている香りがサボン&ブーケの香り。特にスクラブとかそういうスペシャルケアをやってるわけじゃないのに、ザラつきがねなくなったんですよ。こう毎日洗って古い角質をオフして肌をつるんと、そして潤うよっていうねボディーソープなんだけど、本当にもうねツルツルになったんですよね。めっちゃ良くて、この夏すでに2本もう使ってるんですけど、これも本当にどこにでも売ってて、なんか気軽に買えるし、詰め替えとかだともっと安くって、コスパもいいし効果もすごく個人的に良かったので、スクラブとかそうプラスアイテムもいいけど、毎日のそのボディーソープっていうのも買えるだけでも結構肌変わるなっていう風に思ったので、さっぱりするし使ってみてほしいなと思います。夏って汗もかくし、なんか頭皮問題って結構悩みませんか？なんだろう、なんか頭臭くねみたいな、わかんないけど、なんかそうやって思う瞬間とかもあったりとかして、ちょっと頭皮ケアに気合い入れたいなと思って、もうねお気に入りすぎて2個目なんですけど、こちらです。ラビネスエッセンシャルのソルスクラブクレンザーです。イタリアのこうヘアケアブランドの今の時期に出てきたこのスクラブクレンザーなんですけど、これね香りもなんかちょっと大人っぽい、すっきりした爽やかなめちゃめちゃ香りがするんですけど、こんな感じでちょっとうっすらピンクの中につぶつぶとしたものがね入ってると思うんだけど、もうめちゃめちゃ泡立ちもよくって、でなんか頭がもう超軽くなるので、すっきりするし、もう頭皮の匂いとかマジないって感じぐらい、もう超すっきりするアイテムで、もうマジでね夏に使ってほしいんですよ。これしたいからお風呂入りたいってなるぐらい、お風呂の気分を高めてくれるようなスクラブアイテムで、その後トリートメントとかがすごく浸透する感じがあって、でもう髪の毛がサラッサラのスルンスルンになるような感じです。洗い流す時にちょっとこうきしむ感じ、引っかかる感じがあるから、トリートメントつける時とかもこう馴染ませて、馴染んできて髪が柔らかくなったらコームとかでやってもいいと思うんだけど、初っ端からコームとかでやっちゃうとちょっと引っかかって切れ毛とかにつながっちゃうといけないから、流す時はこう優しく引っ張る感じでやらないようにするのが結構ポイントです。でもなんかねスクラブの粒でジャリジャリで頭皮が痛いとかもないんですよね。乾かした後もなんかこう根元が、私とかすごい猫っ毛だからペトンって感じになっちゃうんだけど、立ち上がるって言ったらちょっとオーバーかもだけど、ふわっとしたような感じ、ちょっと髪がペタンってなりやすい子とかにもすごくおすすめです。お塩なので目とかに入ったら
染みるので気をつけてください。これはですね、夏とか冬とかも関係なくすごい大好きで使ってるアイテムなんですけど、最近ですねちょっと買い替えてみました。こちらです。シャンプーブラシなんですけど、ウカのシャンプーブラシをもうこれ何代目だろうな、4代目ぐらいもうずっとね使ってたんですけど、最近こっちのエトボスのシャンプーブラシに変えてみました。どっちも使ってみてどっちもの良さがあるのでちょっと紹介したいなと思うのが、この健山ブラシも私はこっちのピンクの方を使ってて、エトボスはこれスタンダード、もっと硬いのもあるけどスタンダードです。個人的にはエトボスの方が持ちやすいなっていう風に思ったんですよね。何より一番違うのがこのトゲトゲの部分がエトボスの方がめちゃめちゃ多くって、めっちゃ洗ってますっていう感じがすごいするんですよ。特にこういう後頭部のところとかがすっごくこれでやると気持ちよくって、そんなに強く力ではやってないんだけどすごく気持ちよくって、トゲトゲが多いっていうのがまずねその洗ってる感覚としてすっごく違うんですよね。長さはウカの方が長いのに、なんかエトボスの方が最初このトゲの部分が長いのかなって思っちゃったぐらい、すごいしっかり髪と髪をこう通り抜けて頭皮を洗えてるなっていう感じがあったんですよね。完全に好みだとは思うんですけど、ちょっと今はエトボスの方が気持ちいいなって感じがしてます。でもウカも本当に何個もリピしてるぐらい大好きなアイテムなんで、すごいおすすめなんですけど、ちょっとだけエトボスの方が安いかな、1900円ぐらい、2000いくらなんで、こっちは。夏はねこういうの本当にあったらすっごくスッキリするので、ちょっとどっちは買おうかなって思ってる方は参考にしてみてください。夏といえばね紫外線がもうね気になると思うんですけど、そんな紫外線対策アイテムでおすすめのもの、まず一つ目がじゃじゃん、日傘なんですけど、日傘を今年の夏買い替えました。私今まで日傘はなんかそのブランドとかの日傘使ってなくって、どこで買ったかなちょっと忘れちゃったけど、普通の日傘使ってたんですけど、この日傘に買い替えたらちょっと今までの私の日傘の概念がめちゃめちゃ変わったぐらい本当に良かったですね。サンバリア100の2段折りの折りたたみ日傘なんですけど、ここのところをこうポキってやったらこれよりさらにコンパクトに持ってきるんだけど、結構いろんな柄もあってこんな感じの 100% カットなんですけど、本当にこの空間にいると出た時と本当に温度が変わるんじゃないかっていうぐらい体感温度の感じがまず違うんですよね。全然めっちゃ涼しいとかっていうわけではないよ、さすがに36度とかだとね、けどもうね全然違うの。これをこう出てみた時と入ってみた時でもう全然感覚が違います。フリフリじゃなくってもうちょっとシンプルなものとかもあるから、その自分のお洋服のテイストに合わせても選びやすいし、この持ち手のところの木の感じとかもすごく可愛くてめちゃくちゃもう本当にお気に入りです。ちょっと日傘で1万円ぐらいしちゃうから高いんだけど、なんか今まで使ってた日傘って本当にカットできてたんかしらって思っちゃうぐらい本当になんか全然違くて本当に買ってよかったアイテムです。アームカバーですね、ちょっと新しく買ってみました。動画でも紹介したことのある、まず一つ目こちらがユニクロのエアリズムのアームカバーなんですけど、もうこれ本当に好きすぎて、エアリズムって言ったらこのサラサラ冷感生地がね特徴だと思うんだけど、その生地でできてるアームカバー、ちょっとここがなんて言うんだろうな、ゴムのところがこうちょっと下がってくる感じがちょっと気になってたんですよ。こういつもこう伸ばすのがちょっと嫌だなと思って、そしたら今ってねいろんなのが出てるんだなと思って買ったばっかなんですけど、指先までしっかりガード、冷感アームカバー、まあ一般的なこうアームカバーってこういう感じで指先がこう出てて親指のところだけ入れれるっていう感じかなって思うんだけど、内側にこうね輪っかが3つついてるんですけど、こういう感じで引っ掛けられて指先までガードしてくれるっていうアームカバーなんですよ。私はいつもこうやってグーにしてこうやって中に入れて親指のところもこうやって入れ込んでっていう感じでやってたのね。だからこうやってなってるとスマホ持ってないんですよね。けどこっちだと表面はカバーしてくれてるからスマホとかもこう持ちやすくっていいなっていう風で、もう一つ嬉しいポイントがこの二の腕の部分に、あのよくさちっちゃいこのズボンのさゴムみたいな、あのウエスト調整みたいなさ、こういうねボタンの中からつけれるゴムがついてて、そうだからこの自分の二の腕の太さに合わせてここのゴムの部分を調節できるんですよね。こうやってやっててもこうほら下がってきちゃうでしょ、けど下がらないっていうのがすごくいいんですよ。このね中に入れ込んでるんですよボタンを。だからなんかボタンの跡だけこう丸くつかないようにもできるし、ゴムの部分がピロピロ出ないようにこう内側に入れれるから腕のとこなんか出てますよみたいな風にもならない、
なんかちょっと変な、なんていうの、生き物みたいな感じに見えるけど、そうでもね、しっかりこうねカバーできる方がいいじゃん。外側だけをカバーしてて、内側の手のひらの部分はオープンになってるから、私は運転しないけど、運転中こうハンドルを持つ時とか、例えばお母さんとか、このハンドル持つ時ここがツルツルするから滑るなっていう風にね言ってることが多かったんだけど、運転する方とかにもこう手のひら出てるからいいし、ワンちゃんのお散歩だったりとか、庭のお仕事だったり、自転車の時にハンドル持つ時とかもこう滑ったり、こうブレーキとかもここのゴムがない分、指先がこう自由に動きやすいので、何か作業しながら腕をこうカバーするっていう方にもすごくおすすめなアームカバーです。これハンズで私は買ったんですけど、ワイズポートさんのこの冷感アームカバー、お出かけに欠かせない、もう今やね定番アイテムとなったんですけども、私も今年新たにちょっと新しいの買ったので紹介したいと思います。何でしょうかこれは。じゃららららん、じゃーん、ハンディファンです。ファランフランのハンディファンなんですけど、これマジ今年本当に買って大大大正解アイテムでした。これね結構いろんな色もあってすごく可愛いんですけど、もしかしてね弟が欲しいって言ってきたり、貸してって言ってくることがあるかなと思ってこの色にしたんですけど、まあね本人はすごく私のこれを見て気に入ってね、自分用を買ってみました。 C タイプで充電するタイプの、ハンディファンなんですけど、この形がもっと本当に一番最初多かったと思うんですけど、今本当にいろんな種類出てますよね。私はこれちょっとどこのかわかんないんだけど、これを持ってたんだけど、3段階でまあこういう感じで涼しいんだけど、ちょっと自立しない、まあ自立するんだけど、してたらこうくるくる回っていくちょっとあんまり使い勝手良くないなって思ってたの。あとねちょっと出かける時になんかこうちょっとわざわざ大きめなカバンを用意しないと入らないなっていうのもあったんですけど、これはスマホと比べても同じぐらいのサイズ、ほら、それでなおかつこう折りたたみもできるっていう、とにかくコンパクトなところ、そしてめちゃめちゃ軽いところが持ち運びにすっごくまず便利 で、あとこれこういう風にできるからスタンドにもなるんですよね。でこの前もお店に入った時にちょっとカウンタータイプの席だったんですよ。すごい入り口近くてめちゃくちゃ暑かったんですね。冷房があんまり当たらなくって、カウンターだったからこうやって机に置いてこうやってカーって当てることができたんですよ。もう本当に世界が変わるぐらい涼しくてそうだからちょっとデスク周りで使いたい方とかにもすっごくおすすめです。こういうタイプの方がまあ確かに握りやすいかもしれないけど、持ってる時に全然なんか持ちにくいとかもない。5段階あるんですけど、最初はこんな感じ、わかんないよね風の感覚っていくよ、2段階、3段階、4段階、5段階、これ見て見て髪の毛こんな感じです。伝わる？気をつけてね髪の毛入らないように。ハンディファン使うときちっちゃいけど結構涼しい。あとね使わないときはこれをモバイルバッテリー代わりにもできるんですよね。普通に iPhone 充電したいときにこれを使って充電することもできるので、あと付属でこういう紐がついてるんですけど、このところにこうやって紐を通したらこういう風に首掛けもできて、こういう風にもできるので、こういう風に髪の毛今長いから首掛けとかはあんましてないんだけど、こういう風に首からかけてこうやってスーッともできます。もうマジでこれ本当に買ってよかったし、私はこれ持って出かけた時に、まあゆうやもそうなんだけどなんかえそれめっちゃ欲しいんだけどって何回も言われちゃってますめっちゃおすすめで、結構充電も長持ちしますね。この前いとことが東京に遊びに来て一緒に浅草行ったんですけど、朝から出かけて夜も全然持ってたから、まあ、そんなずっと四六時中つけてたわけじゃないんだけど、でも割とね外歩いてたからだいぶつけてたと思うんですけど、結構長持ちしたので、しかもマックスでつけてたんですけど、割とね充電も長持ちするような感じがします。ちょっと時間は測ってないからあれだけど、まあ、フラフランじゃなくてもねこういうタイプも普通にいろんなところから出てると思うんだけど、まあ私これフランフランの使ってるから、フランフランのだけで言うと結構5段階もあってめっちゃ涼しいです。お出かけから帰ってきたらこれを使ってみてください。メグリズムの炭酸で柔らか足パックです。水分もいっぱい飲むっていうのもあるかもしれないけど、足がすごくむくむんですよ私。なんか
それで帰ってきた時にこれを貼るってやつなんだけど、じゅわっと爽快浴で心地よい爽快感が足を包み込み気分すっきりほぐれていくよってやつで、メントールが入っているのでちょっとスースーしたり刺激が強いの苦手な方はちょっとあんまり好きじゃないかもしれないんだけど、ちょっとスーッとするような感じで、ここにも書いてあるけどふくらはぎとかに貼るとね、じわっとしてこう気持ちがいいんですよね。一袋で2枚入っているので右足左足って使うことができます。疲れた足を癒してください。ラベンダーミントの香りです。夏のインナーをですね紹介したいと思います。毎年夏になるとユニクロのこのエアリズムをですね、どんな時でも着用してるってぐらい、冬はヒートテック、夏はエアリズムみたいな、それで季節が変わったねって実感するアイテムでございます。クロップド丈のお洋服とかも増えてきたりとかして、インナーがちょっと出ちゃうから、そういう時にすごく困ってたんですけど、最近買ってよかったアイテムです。 GU のスタイルドライっていうね、嬉しくない？このクロップド丈ちょっと透けて見える感じで薄さわかる。なんかエアリズムほどこうなんて言うんだろうな、スルスルな生地ではないんですけど、これなんかちょっと薄い布みたいななんて言うんだろうな、カップもねしっかりとついてるので、もうブラはめなくてこれだけで OK。 あともう一個嬉しいポイントが、この肩紐が調整できるんですよ。この肋骨のちょい上ぐらいになるんですけど、長さが。なので大体のクロップド丈のインナーとして着ても出ないし、ノースリーブって結構この脇のところが空いてることが多くって、でそこからこう下着が見えちゃったりとかしてね、でなんかこういうインナーとかを着ると思うんだけど、なんかこのインナーを着ててもこのインナーのとこからブラが見えちゃうとかもあるんですよ。そうだからこういう風に一体型になってると、もう何も見える心配がないし、ここまでだから下までないから、すごいちょっと涼しい感じもあって、お腹のところとか。インナーであんまりその高いお金かけたくないから、プチプラで買えるっていうのもすっごく良くて、色違いがしやすいっていうのも値段的にすごくおすすめで、これめっちゃいいです。お洋服感覚で着るときはこういうのを着たりするんだけど、インナーとして着るときとかはこういうのを着ています。この暑い夏、私がメイクを崩れないアイテムとして使っている必需品を紹介したいと思います。まず一つ目がですね、まあ、こちらは前回のベスコスでも紹介したんですけど、今年の夏崩れないファンデを悩んでる方はぜひこちらを使ってみて、ランコムのターンイドルウルトラウェアリキッド N です。私が使ってるカラーは P00 というカラーなんですけど、ちょっと色合わないなっていう方はその下地だったりとか、ちょっと後からコントゥアリングして使うとすごくおすすめなんですけど、もうなんせ薄付きで程よくカバー力もあって、赤みもしっかりカバーしてくれて、でもう本当に崩れない。マジでおすすめなファンデーションです。よりね、密着度とかも増してパワーアップしてリニューアルされて、本当に崩れないので、私この前も出かけた時も、なんか一日お直ししなかったんだけど、帰ってきてもメイク崩れてる感じがなかったから、すごくね、夏の暑い時、湿気とかも今多いじゃないですか。湿気にも耐えてくれたところもすごくポイント高くて、本当におすすめのファンデーションです。詳しくはちょっと前回の動画で、ね、塗ってる感じとかも紹介してるので見てみてほしいなと思います。そしてメイクの仕上げのスプレーでリピ買いしているアイテム紹介します。こちらです。セルフビューティーのユニコーングローフィクサーというスプレーなんですけど、これも動画で紹介したことあるかな。こうやって振ってからシューってするんだけど、スプレータイプのこういうシュってするやつとか本当にいろいろ使ってみたけど、もうこのスプレー本当に細かいんですよね。霧が細かすぎちゃって最高なんですけど、メイクの上にこう水滴が乗る感じになっちゃったりとかするものもあって、それも本当に最悪なんだけどこれはもう全くそういうことがない、本当にふわっと顔にスプレーが乗るっていう感じ でしかもメイクがマジ崩れないんですね。ロフトにも普通に売ってたんですよ。9点とかで買ってたんだけど、欲しい時にすぐ買えるようになってめっちゃ嬉しいなって思います。振ってから使ってください。こんな感じで夏の私のねおすすめアイテムを紹介してみました。夏ってね、暑いだけじゃなくてもう崩れだったり、ボディだったり髪だったりなんか日焼けだったりとか、ちょっといろんなねお悩みがね出ると思うので、そのね悩みをこうちょっと解決したりとか、まあ少しでもこう快適に過ごせるようなお役立ちアイテムが皆さんに紹介できたらすごく嬉しいなと思います。というわけで、皆さんの何か夏の必需アイテムとか買ってよかったなっていうアイテムあったら、ぜひぜひコメントで教えてください。というわけで
さやでした。バイバーイ。みんな水分しっかりとって熱中症対策してね。ルイルイです。あるるい元気ですかってコメントくれたんですけど、めちゃめちゃ元気でーす。ルイちゃんは抱っこも好きなんだよね。ルイの大好きな、もう愛してやまないテントウムシのおもちゃがあるんですけど、アルちゃんがそのおもちゃをちょっと壊しちゃったんですよね。今はそのおもちゃがないから新しくタコのおもちゃを買ったんですけど、やっぱりテントウムシにはかなわなくってリピ買いしました。アルたちのお気に入りでした。アルちゃんもね、みんながアルちゃん見たいって言ったからね、呼んだんだよ。聞いてる？ニトリのひんやりマットなんですけど、いつもルイは一緒に寝てくれないんだけど、アルは一緒に寝てくれるから、ベッドのところにももう一枚これを引いてるんですけど、その時はすごく使ってくれますけど、ここのソファーの時は本当にたまに使ってくれるね。あれ、ここは？あれ、これは？あれ、あーちゃんいいね。あーちゃんという感じです。元気なアルルイでした。